以前こういった質問をしました。ほとんどの方が寝たまま行うメニューがやりやすいよっていう回答でした。そこで今回は寝たまま行うんですけど、全部効果的に痩せるメニューに組み込んでます。この動画1本であなたは確実に痩せる体が手に入りますんで、頑張っていきましょう。1種目ずつゆっくりやっていきますんで、見ながら最後まで頑張ってみましょう。最後まで頑張れるとそれが自信になり、このまま続けると痩せるかもしれないという意欲が湧いて継続しやすくなります。必ず途中でやめずに最後まで頑張りましょう。まずは寝たままで床を踏みながらお尻を持ち上げて、ゆっくり下ろすんですが、お尻はつけないところでまた持ち上げます。スタート。お尻をつけないことで上手に背中から腹筋を使いながら下げることができます。上手に行っていきましょう。 OK。 今の感じでお尻を上下に動かします。ちょっともも裏、内もも辛いかもしれませんが、頑張っていきましょう。必ず最後までできますからね。お尻を少し上げた状態で足踏みをしていきます。お腹を引っ込めたまま足を抱えましょう。頑張って。今回のメニューは体が弱っている背面を全部使うことができます。背面使う運動は5倍痩せるって言われてますから、頑張っていきましょう。 OK。 あぐらを組んでお尻を少し上げてキープです。頑張っていきましょう。ちょっとお尻が上がってたらいいですからね。できなくてもね、動画を一時停止したり一回休んだりしてね、最後のメニューまで頑張りましょう。マイペースでいいですからね。反対も同じようにいきましょう。もし辛かったら途中で降りて休んでもいいですからね。慣れてくればね、全然余裕でできますから。足を組んだら体を左右にひねっていきましょう。今度は腹斜筋を使ってくびれを作る体作りましょう。足組んで足揺らすと骨盤の歪みの調整にもなりますからね。痩せにくいよっていう男性女性、頑張っていきましょう。反対も同じようにいきましょう。膝を曲げたら抱えて下ろします。下腹の腹筋使っていきましょう。
膝を曲げたまま片方ずつ足を開いていきます。片方ずつ開くことで股関節がしっかり開けて反り腰解消ができます。曲げた足を交互に股関節回しします。股関節周りの筋肉がやっぱり硬くなると姿勢崩れますんで、座り仕事の人、立ち仕事の人、足をあんまり開くことない人はしっかり回してください。初めのうちはゴリゴリやると思いますが、痛くなければ OK です。お尻を上げて下ろすときに背中を少しだけ持ち上げましょう。首疲れる人は頭持ってていいです。スピードはマイペースでいいですからね。背中を丸めて体を少しだけ起こす。ちょっと背中を浮いたら腹筋使ってますからね。ラストはスマホを置いてお尻を上げたら手は万歳、お尻を下げたら手を下ろす。いきましょう。スタート。OK! 最後までできたよって方、グッドボタンやコメントで感想を教えてください。もう1本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画どっちか1本頑張ってみて、登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。